仕コみ1、テーマ20代でついたさとある上場の大企業で人事をやっていましたが、最初の数年で決まるというのは当たっていると思います。飛び級や中途採用が頻繁にある会社なら別ですが、うちのような伝統的日本企業、さらに新卒採用者が社内のほとんどを占めている場合、その中から社長まで上り詰める人を決めないといけません。 だから最初の数年で序列を決めないと間に合いませんよ。そのロジックを裏で見てしまうとやる気がなくなりますよね。私も愕然としてやめましたから。知らない方が幸せなパンドラの箱でしたよ。お疲れ様です。社畜ジャパンです。今日は20代でついた差をテーマとした当事者の口コミを紹介します。口コミ2 大手、監査法人も同じ。20代で一番上のパートナーまで行けるやつが大体決まる。残念ながら俺はそのルートから外れた負け組。だからこそ転職を何回かして俺は年収を上げた。結果、監査法人時代のエリート同期よりもらっている。やるやつは何歳からでもやる。やらないやつは何歳になってもやらない。過去の栄光にすがって成長が止まるやつもいれば、ずっと成長し続けるやつもいる。20代で頑張ってないやつは、30代以降で突然頑張れない。この差は一生取り返せない。の構造を理解しよう。 口コミ3。20代後半くらいから年だけ取った大人と年相応の経験をしてきた大人の差がどんどん広がる。そして取り返しがつかないことになる。サボったら勝てない。本気で仕事を追求する経験とか、結婚をはじめとした人生設計を意識した行動とか、学業やスポーツなど一つのことに打ち込む経験とか、ちょっとでいいから海外に行った経験とか、そういうちょっとした体験経験の積み重ね。 もちろん命をかければキャッチアップは全然効くんだけど失敗は当たり前と受け止められるかどうか次第。口コミ4 20代後半はバブル期だったので、日曜日以外は毎日15時間拘束で働いて休日出勤もしていた。だから会社の中で働いている思い出しかない。しかも違う業種に転職したので、その時の経験は何の役にも立っていないという。20代を全力で頑張ったから、30代はビジネスで活躍できるのは事実そうなんだろう。でも生存バイアスもあるから注意が必要。成功者の陰にあまたの失敗者が存在している。人間細かい傷でも、たくさん受け続けているといつか立てなくなる。 無限に仕事ができるという慢心はダメ。口コミ5私の会社は昭和気質ですが新卒のうち20代で頑張って成果も出して仕事ができる夜渡り上手彼らは大体が幹部候補ですね30代からだとやっぱり取り返しがつかないと思います企業の新陳代謝が追いつきませんからね自分は31で経営層に近い部署に配属になりましたが周りの若手についていけずに3年で落っこちました。 今は35ですが、今の会社でのキャリアは諦めましたね。一年発起で転職するかな。まだ体力、行動力、好奇心はあると信じたいです。口コミ6。女性というよりも、結婚、妊娠、出産に関しては、20代でついた差は取り返せません。まず、妊娠は若ければ若いほどしやすいですし、30代半ばの出産は、昔は高齢出産と言われていました。 20代を仕事に捧げて30代で結婚をしたくてもなかなか妊娠しなかったらクリニック通いになります不妊治療が保険適用となり窓口の負担は3割になりましたがそれでも高額な出費です思う存分やりたいことをやって経験値を上げてから結婚妊娠するのはとても良い理屈はわかりますがタイムリミットも存在します口コミ720代ですが仕事方面で努力しても全く報われないから努力自体はやめずに努力の方向を転換 節約やミニマリズムを人生に取り入れたらめちゃくちゃ楽になりました。仕事のために買っていた教養書も図書館で順番待ちして借りるようにしましたね。趣味のものも中古で安くなるのを待って買う。他は断捨離して支出を減らしたら見事な結果で嬉しいです。幸福度も体感ではむしろ上がっているし、何のために仕事で張り切っていたのかわからなくなりました。口コミ8 30代以降、いい企業の正社員として、そこそこのお金をもらいたいなら、25歳以降は逃げちゃダメ。20代のうちに正規で経歴を作っとかないと、30歳以降、正社員を目指しても、まず書類が通らない。一生派遣やバイトでいいなら別に逃げてもいい。一応派遣から正社員を目指してもあるにはあるし、ちなみに優しい言葉は、その時は癒しになるけど、根本的な解決にはならない。負けたこと、勝ったことがないと、将来の財産にならない。チェードを吐きながらでも行動した方が、その時は痛くても、後々 好転するから口コミ920代でやった努力が報われるかはわからないただうまくいった人は大体が努力してきたという話20代のうちに努力することなんて議論の前提よその10年をベッドの上でスマホと過ごしてきたやつなんか誰も想定していないあと20代で結果が出なくても努力の成果が30代で出る場合もあるソースは俺20代はつらかったよ 20代以降に挑戦した成功者なんて調べれば出てくるので前例が多々ある時点で答えは出ている。他人に変わってほしくないから牽制する人間にはなるな。口コミ10個々の潜在的な才能と仕事内容を結びつかせる、見つけることの方が重要じゃないかな。ただ20代のうちに仕事の基礎体力みたいなものは培っておいた方がいいよ。できる奴は20代で何かしらの頭角を表している奴が多いのは間違いないし。これは30過ぎてからじゃ身につかない。 20代より30代、30代より40代に年齢が立てば立つほど頭の回転も体力もパフォーマンスも落ちる。だから一年発起できる確率は確実に下がる。口コミ11いろいろみんな言うけれど会社側の視点が欠落している。 会社というのは極論すれば擬人化された一人の人間。入社最初期にすら頑張らない社員なんて、会社はその後もいちいち焦点を当てない。会社の立場を代弁すれば、新入社員が毎年毎年入ってきて、ただでさえ全員を公平に見れるか悩んでいる。さらにできる限り無駄なコストを省け、と圧力を受けている。後半頑張る人を見てあげるイコール、会社にとってはまさしく無駄なコストでしかない。むしろ40代も半ばになると、リストラ対象で、切り捨てる存在に早変わりを。口コミ、12。 こういうのを気になった時点でしこって寝た方がいい。こんなことを気にしたところで全く意味がない。自分が自分自身の習慣に違和感があるのなら自分で帰ろう。他人と比べても、妬んでも、羨んでも、1ミリも変化しない。原因は他人ではなく自分の思考を変えろ。自己責任論、社会は切り捨てた、とか、逃げてる人には関わるな。ただ、20代でついたさは、一生取り返せない、は、若手に競争を課して、無理やり働かせるための管理者側の言葉。 若いやつらにハードな仕事をさせて会社が儲けるための応援20代でリードしても3040代で体を壊したら全てパー口コミ13精神的に辛いなら無職でもフリーターでもいいんだよ20代の頃逃げたツケは必ず回ってくる どちらも正解に見えて辛い。俺はもう20代をとっくに終わっているんだけど、なんだかな。もちろんメンタルを壊して10年間働けなくなったりするより逃げた方が良いとは分かっている。ただどこまで頑張ったら壊れるかについて明確な基準はない。実際同世代の知人は立派な仕事に就いたり管理職になったりもしたんだけど何人か壊れて精神科に入院。限界は超えられないからどこが限界か知ることは大事。口コミ14 20代でついた差を取り返せないのは年功序列のサラリーマンを選んだ場合取り返せないのではなくチャンスをもらえなくなるのが真理な気もするが自分で取りに行けば間に合わないことはない逆に個人事業主や部愛性を選んだ人は課題を持ち続け楽しみに変えられるかどうか次第人生の20代は取り返せない故に仕事だけに全振りすると後悔する可能性大結婚や友人関係趣味スポーツなどで体力を養ういわゆる人間力も同時に養っていけ口コミ15 個人事業主なら20代の成果で人生云々はあまりない。取引相手だってこちらの年齢とか気にしないし、顔さえ知らずに取引することだって珍しくないので。ただ勤め人の場合は20代とか新卒からの10年前後の実績がその後の処遇を変える傾向は大きい。 ブランドマークの業界だと20代で上層部の覚えがいい人は30代でも勝ち筋とか新規事業を担当できるさらにこけなければ出世しやすい一方そうでない人たちはいけてないブランドに回され予算も少ない結果成果や評価を上げにくくなって40代前後で居場所をなくし放り出されるというつらい現実は存在する口コミ16 20代の時に全てをかけて仕事をした人は努力の基準が相対的に非常に高い。なので30代になってからの成長速度が圧倒的に違う。ただ20代で心身を壊したら本当に取り返しがつかない。だから限界を超えて働けを真に受けてはいけない。遅れは取り戻せるけど心身は取り戻せない。そもそも人生が20代で決まると本気で思っているのなら決定的に人生の経験値が足りていない。20代でがむしゃらに頑張れば残りの人生安泰。なんてことは絶対にない。 口コミ十七2 0代でついたさは取り返せません最近このフレーズをマルチとか詐欺師が悪用しているので注意が必要ですしょうもないビジネス系アカウントが20代でついたさは絶対埋められないみたいなツイートをよくしています彼らは30代から逆転しようとして懸命に過激なことを言って情報商材を売っていると考えるとエモいですね中身は自己啓発本の出がらしですけどただ世の中への解像度が低いまま30歳になるのはかなり危ないと感じています口コミ18 野村証券は営業が強い会社だから営業成績の良い人が優先的に出世ルートに乗る仕組みかもしれない。ただメーカーや IT の営業は個人の営業能力がメインというよりも製品力の方が会社としての魅力がある。そういう類いだと出世ルートはまた少し違う。20代で頑張れば未来は明るい。20代でついた差は取り戻せない。そう信じることで頑張ってこれたおじさんたちからするとそうであってほしいという希望的観測でしかないかも。まあ甘えた20代を過ごすと苦労するのは事実だけど。 口コミ、19。出世に限らず信用資産を20代で築いたら、その後の事業がやりやすくなる。20代で集てた人と何もしていない人、銀行や投資家はどちらにお金を貸したいか。20代で出世してる人としてない人、どちらを採用したいか。一生取り返せないは言い過ぎにせよ。差を埋めるのは困難ではある。それでもわからないなら単純に投資で考えろ。20年積み立てした金融資産を貯金ゼロ4 0 40代がどう挽回するか。不可能ではないが、並大抵じゃなく難しい。口コミ、20。 これでで最後です20代の人には取り返せないと言った方がよくて、30代の人にはいつからでもやり直せるが良き、20代でついたさなんて全然取り返せるからこそ、ケンタッキーのことを世界中が知っている。要は子供に勉強しないと将来困るよと、これを大人用に言い換えただけ、20代が大人かどうかは置いといて、まあ過ぎた人間には関係ないし、手前の人間にはもっと大事にすることがあるかもしれない。極端なことを考えて自分を追い詰めても仕方ない。 逃げるという選択肢だけ持っておけばいいだけよ。以上が20代でついた差をテーマとした当事者の口コミでした。皆さんどう思われましたかぜひ感想をコメントで教えてください。はい、本日の動画いかがでしたでしょうか今後も皆さんのお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。それではまた明日お会いしましょう。では、さようなら。